こんにちは、転売アカデミー堀秀夫です。今日はアメリカアマゾン、こちらに取り組むのが十分だという、話をいつもしてるんですけど、アメリカアマゾンだとですね、結局アメリカだけじゃなくて英語圏の人が利用します。これは検索した時にね、アメリカアマゾンが出てくることが多いとかいうことと、もう一つですね、アジアの人は日本のが近いし、結局日本のおもちゃを買うなら日本で売った方がいいんじゃないでしょうかという疑問が湧く方がいらっしゃるんですけど、実際日本のアマゾンでですね、買い物する、アジアの方っていうのはあまりいらっしゃらないです。一般的じゃないです。その理由なんですけど、例えば、日本のアマゾンで商品を見てこの商品欲しいなと思った時ですね、例えばこの商品で具体的に言うと、ほとんどの出品者が海外発送に見たいようになってるんですね。で、中に、発送対応してる人いるんですけど、送料が5000円と、ね、349円のもの送料5000円、正気ですかっていうね、送料設定なんですけど、そういうのが出てきます。で、何個か探してね、そういうのが多いんだなって分かったら、めんどくさい思いしてわざわざ探さないです。転売して儲けようとかそう思う人は世界中見るかもしれないですけど、普通に買い物する人は基本的にね、日本のアマゾンは見て、何度か見て、どうせ海外発送しないし日本アマゾンはってことで、まず見なくなります。で、そんなわけで、アメリカ以外のアマゾンに出してですね、よその国に売れることはあんまりないと。かたや、アメリカのアマゾンは割と海外発送に対応している出品者が多いです。で、送料も割と現実的な送料です。だから他の国の人がアメリカアマゾンで注文してくると。実際自己発送でね、商品売ったことある方はわかると思うんですけど、ものによると半分以上アメリカ以外の国からの注文と。私なんかは逆に、FBA が中心、ね、初心者のうちはもう FBA 中心というかもう 100% FBA で行きましょうと。ただ儲かる商品が分かってきて、その商品がね、5000、1万円、1個売るだけで5000、1万円儲かると。これアメリカ以外の国のが売れるんじゃないでしょうかとか、アメリカ以外の国でも売れるかなと言って、自己発送するのは全然ありですね。で、そのパターンで売ると、大体半分以上はですね、アメリカ以外の国。具体的に私が、時計なんかよく売ってるんですけど、G-SHOCKの時計ですね、オーストラリアが結構多いです。で、オーストラリアね、なんでかなと思ったんですけど、住んでみたらよくわかりましたね。気の利いた限定の G-SHOCK なんてどこ見たって売ってないです。で、Amazon で買えば、ちゃんと届くと。ね、偽物だったら、めんどくさい思いをしなくて返品できるということで、Amazon で買う方多いと。同じ理由で、あんま通販がね、発達してない国、気の利いたものがあんまりない国の方たちは、Amazon で結構高額品を買うっていうのもあります。そんなわけで、まずはアメリカアマゾンに精通してください。で、他の国のアマゾンはですね、アメリカアマゾンで売ってみて、なおかつこれ売れるんだったら、ヨーロッパは結構送ってるからヨーロッパアマゾンでも売ろうとかね、カナダは結構送ってるからカナダのアマゾンでも売ろうとか、そういうふうに広げていった方がいいです。何しろ、初めからあちこち出すと割とうまくいかない例が多いので、まずはアメリカアマゾンの FBA に絞って、月10万儲けると。それクリアしてから、じゃあ次はどうしましょうかって形でご相談していただいた方が、結局稼げるようになるのが早いのかなという気がします。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。